はい、こんにちは。今日はですね、キクネリスルド、バージョン 1.1 ということで、ちょっと友人がですね、僕のそのキクネリの、あれを見て、そのウェイトっていうのが分かんないっていうことだったので、それをですね、ちょっと分かりやすく、説明したいという補足の動画です。で、キクネリをこうやるときに最初当然塊ですよね。で、塊からだんだんキクネリのいわゆるこの形を作っていくわけなんですけど、その時に両手で包んでいるこの部分のここが大事ですよと、という話をね、今まで何回もしたと思うんですが、これがそのイメージとしてちょっと分かりにくいということだったので、なんかないかなということでですね、探してみましたら、ちょっとこういうのがあったので、これで説明したいと思います。で、要はこれをこういうそのウェイトをイメージしてですね、でこれを常にこうこの形を壊さない、だから塊から練り始めの時はこれを作っていくということです。で、これができた、でここがまあこの部分ですね、このこう持ち上げる時の支点はここ円錐の先っちょで持ち上げました。持ち替えて持ち替えて押すっていうか、ね、伸ばすんですけど、決してこの形を崩さない、そういうイメージです。で、この軸がですね、このここにありますよっていうのは、もうこの円錐のこの軸と全く同じです。で、左手の中心にこの軸を固定するということなんですけど、場所がですね、どこなんだっていうことなんですけど、まあ、ちょっともう書いちゃいますけど、ここです。ここで、こういう形で持って、そして起こしたら持ち替える。で、軸は動かさずに回しての伸ばすと。で、このウェイトにですね、粘土がこうくる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 こう巻きついていくということですね。まあ、前々回ぐらいに言ったと思うんですが、決してそのキクネリはですね、押すとか潰すというイメージも大事というか、まあ、それもあるんですけど、やる方のイメージとしてはその粘土をこのウェイトにどん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 巻いていくというイメージを持った方が失敗が少ないと思います。で、このウェイトっていうのはもうこういう形、それは人によって大きさが違うわけです。女性だったら小さい、男の人だったら大きいというのはあると思いますし、自分なりのこの円錐のこのウェイトの形をですね、早く掴んでいけばいい。それから左手の中心っていうのは、このいろいろなところじゃなくて、この手のひらの中心ですね、ここをずっと持っているよっていう、そういうイメージなんです。で、このようにですね、1本2本見てですね分かることじゃないと思いますので、そうやってもう言ってもらえばですね、こうやってどんどん、補足していく動画をですね、どんどん撮って継ぎ足していったらいいんじゃないかなと思ってます。ですから、分からないことあったらどうかご遠慮なく、メールとか、コメントよろしくお願いします。それじゃあですね、チャンネル登録もよろしくお願いします。どうもありがとうございました。